冬のもずみ駅。もずみ駅は、岐阜県日出上岡町西もずみにあった、上岡鉄道上岡線の駅。2006年に廃駅となった、地上駅。開業当初は、島式ホーム一面二線を有したが、後に、駅舎側の一線が撤去され一面一線となった。ホームから駅舎へはこの名残で線路のない、構内踏切を通って至った。駅舎は、ブロックりで内部には、 待合所の他駅事務室やトイレがあり、待合所の内部には出札口もあったが、無人駅とされてからは、駅事務室は閉鎖、出札口は板で閉じられていた。改札の柵も撤去され、トイレは鍵がかけられたが、待合所内部の小人物つ窓口はそのまま残されていた。ホーム上に、福禄樹の木像を建てつった祠が置かれていた。駅は、 集落とは、高原川を挟んで、反対側の川岸に位置し、駅前と集落と大きな橋が結ぶ、東京大学宇宙船研究所付属神岡宇宙素粒子研究施設や、スーパー神岡んでの最寄り駅となっていた。ここには、神岡鉱山もずみ港があり、亜鉛や鉛などを散出していた。その鉱石運搬用に、井の谷駅から、京弁鉄道が伸びていたが、 1966年に開業した日本国有鉄道上岡線による輸送に切り替えられ翌年廃止された。なお、上岡鉱山の採掘は2001年に中止されている。ありがとうございます。